バラード第1番と単調作品23はフレデリック・ショパンが作曲した最初のバラードで初期の代表作である。パリ滞在中の1831年から1835年に作曲1836年に出版された。検定者はシュトックハウゼン男爵。シューマンはこの曲をショパンの曲で最も好きだと語っている。また、 この曲は大変優れている。しかし、彼の作品の中では最も天才的、独創的なものというわけでもないとも評している。後にショパンはシューマンに第2番を検定したが、シューマンは第1番ほどには第2番を評価しなかった。なお、ショパンのバラードは作曲家の祖国であるポーランドの詩人、アダム・ミツキエビチの愛国的な詩に啓発されたと言われることもあるが、 兄弟音楽のように詞と曲との関連を明確に見出せる箇所は存在しない。バラード第1番の冒頭部分形式は、そなた形式の自由な変形。助奏、主題の表紙は4分の6秒し、コーダ部では2分の2秒しになる。冒頭は、ラルゴ、自ツプ、フランス初版、イギリス初版。ドイツ初版は、レントの7小説からなる変異蝶々の、レチタティーボ風の助奏で始まる。 この修士は4度5度の音程を使った変異蝶々の不協和音だが、と単調のナポリの和音とも解釈できる。主部は、そなた形式らしく、第1主題が提示された後、変保蝶々の第2主題がソットボーチェのピアニッシモで、現れて、変装、展開される。第94小説から2回目の第1主題が、異単調で現れる。第102小説からのクレッシェンドを受け、 第106小説のフォルティシモの頂点に達すると、第2主題が、異調調で復帰する。右手のオクターブの音階が、FFF まで盛り上がった後、スケルツアンドの軽快なパッセージを経て、3度目の第1、主題が変歩調調で現れる。2回目と同様に短縮された形をとり、クレッシェンドで盛り上がると、そのまま、第208小説から54小説の後代と、続く。 第242小説では、高速な半音階上昇から一気に加工する。第250から257小説の印象的な、つなぎの後、最後は、両手のオクターブの半音階進行が、FFF で下行し、劇的に締めくくられる。藤ヌイザ材による、バイオリンとピアノ用の編曲版がある。なお第7小説の左手の和音の最上音は、ジヒツプ、フランス初版。 イギリス諸般第1冊では S 音であるが、後のドイツ諸般、イギリス諸般第2冊では D 音に変えられていて、これがショパンによる訂正なのかどうかは議論の的である。20世紀末に出版されたエキエルラによる、ショパン全集、ナショナルエディションでは S を採用した上で、D はショパンによる訂正かもしれないとしている。ありがとうございます。